こんにちは、平井博明です。今日のワンナップゴルフはですね、傾斜地からのショットについて解説していきたいと思います。ティーショットがですね、フェアウェイ真ん中いいとこ行ったのに、セカンド地点に着いたらですね、なんでっていうぐらい傾斜がついてたり、こうつま先下がってたり、左足下がり右足下がりとかいろいろあると思うんですけども、フェアウェイ真ん中行ったのに傾斜がついてて、こうそんなとこからなかなかまっすぐ打てないよとかですね、そういった経験があると思うんで、その傾斜地のショットについて解説していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずですね、傾斜地のショットでうまく打つためには、まず体の重心がどこにあるか、あとはその傾斜に対してクラブの振る方向ですね、上に振ったり下に振ったりとか、いろいろ振り方があるんですけども、それがはっきりしてないといろんな傾斜地からうまく打つことができません。プラス通常のショット、平らな位置ではないので、ボールの位置なんかも非常に重要になってきます。それを一つ一つ解説していきたいと思います。まずですね、一番レッスンなんかやっててもお悩みが多いのは、つま先上がり、こういうライですね。こうつま先が上がってるライはどうやって打つんですかっていうの多いんですが、まずそこからやっていきます。で、つま先上がりでどっち行くのって僕が質問すると、9割5分の方左行くって言います。もちろん平らからこうやって上がって打つので左に行くんですけども、左に行くのはそもそもまっすぐ構えた状態から何も変えないで傾斜がついた時に左に行きます。つま先が上がってるから、上体を自分から起こしたり、クラブを短く握って打ったら左には飛んでいきません。通常時と同じアドレスをして打った前提で左に行きます、つま先上がりは。なので、左に行くからって言って、でもつま先上がってる、短く持って右向いて打ったら右飛んでいきますからね。それは注意してください。打ち方なんですが、通常のアドレスができない場合はトラブルショットの仲間に入りますので、フルスイングというのはあまり考えていただきたくない一つですね。ハーフスイングをベースにちょっと伝えていきますが、腕が地面と平行ぐらい、これぐらいのスイングの幅を目安にちょっと解説していきますが、左へ行くのでそのまま打つと、ボールを1個か1個半右に置きます。通常の位置より右に置いて構えて、そこからターゲットよりも若干オープンスタンスにします。アプローチの構えを大きくしたような構えですね。いつものボールポジションよりもボールを1個半右に置いて、若干オープンスタンスに向けて、ターゲット方向にクラブを振ります。そうするとボールというのは左には行きづらくなります。それとフルスイングしないので、クラブがいつものインパクトよりも手前に落ちる確率が上がるので、ボールの位置を右にずらします。なぜいつもよりもクラブが手前に落ちるかというと、フルスイングっていうのは遠心力がかかるのでクラブが前へ行きます。でもフルスイングじゃないハーフスイングというのは、遠心力よりも重力の方が勝ちますので、いつものインパクトポジションよりも手前にクラブが落ちてしまう確率というのが結構上がるので、その分ボールの位置を右にずらしてあげる。プラストラブルショットなので、3打目次のショットを必ず通常なヘアウェイ、平らな場所に運ぶのが最優先なので、そこへ持っていくために必ずボールにクラブをクリーンヒットさせて打ってあげたいので、なるべく真ん中のポジションよりは右に置いてあげて、確実にボールをヒットしてあげる状態を自分で作ってあげることが大事です。なのでつま先上がりは普段よりもボールを1個半右に置いて、若干オープンスタンス、クラブの振る方向はターゲット、これの3つを気をつけていただきたいと思います。次に左足下がり、こういうラインもボールの位置は右にずらしますが、先ほどよりもこの左足下がりっていうのはダフりやすいです。特に距離があればあるほどダフりやすいんですが、それは単純に平らがこう真ん中にボールがあって平らな地面だとしたら、左足下がりってボールの右側の方が、要はダウンスイングからクラブが降りてくる方の地面の方が高いですよね。なのでその分クラブが
地面を叩きやすいライになりますので、多分ボールの位置を右にずらすショットの中で左足下がりが一番ボールを右にずらす傾斜になります。もう右のかかとの1個内側ぐらいで、これも若干オープンスタンスにして、傾斜がこうなってますので地面に沿ってクラブを必ず振ってあげる。だからダウンスイングよりもフォロースルーの方がクラブが下に行くイメージですね。どん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 クラブを下に出してあげるっていうイメージです。もうクラブを上に振り上げるんではなくて、ずっとクラブを左下にこうやって伸ばして、ちょっと低い姿勢をフィニッシュで取ってあげるようなイメージ。ちょっと打ってみます。ボールを右のかかとの1個内側でオープンスタンス、フォロースルーを低く。ここはブサイクですけども、ああいうショットが傾斜ではすごく役立ちますので、これは使っていただきたいですね。でびっくりするぐらいナイスショット低いです。左足下がりってちょっと左足下がりですら溜まって低くなるんですけども、今ぐらいボールを右にずらさなきゃいけないような結構きつめの左足下がりって、地面とずっと平行で飛ぶイメージですね。あの地面から 3,4 メーターぐらいの高さをずっとこう平行で持ってる番手の飛距離まで飛ぶようなイメージ、もう上に上がらない感じですね。ずっとこう低い球をあのイメージして打っていただいた方がいいです。あ、それは上げに行ってはダメなので、上げに行かないっていうことも含めてですけども、なるべく低い球を自分から打ちに行ってあげるような意識があった方がいいですね。あとはつま先下がり。つま先下がりは僕小学校の時に父ちゃんに習ったのは、つま先下がりはクラブを短く持てって言われて、短すぎて空振りした経験はありますので、これ注意した方がいいです。あんまり短く持つ必要はないんですけども、つま先下がりは自分が腰を落としてボールにアジャストするのか、腰を落とさないで前傾を低くしてボールにこうアジャスト届かせてアドレスするのか、それとも両方少しずつ入れてボールに合わせるのかっていうのはやってみた方がいいです。何をやってみた方がいいかっていうと、振った時につま先下がりって一番バランスが崩れます。なのでバランスを取ってられるスイングを前提として、どれが最後のフィニッシュまでバランスを取ってられる自分で打ちやすい姿勢アドレスなのかっていうのを決めて打っていただいた方がいいですね。なので僕はちなみにちょっとこう腰を落として、あまり上体を7割8割でこう使って打ちたいので、あまり上体を変えたくないんですね。下を落として上体の回転だけで、その方が僕はうまくいくのでそうやって打ってますけども、いや下をこううまく使いたいから下は変えたくない、上半身だけ前傾を深くしてボールにこうやって届かせて構える方でしたら、前傾だけ深くして打っていただいた方がいいと思います。でボールの位置なんかはこれはそこまでいじる必要ないです。一番アドレスの形を意識していただくラインになります、つま先下がりっていうのは。なのでそういう傾斜はこうだからっていうのもこれもないので、その場面場面によってボールの位置をずらしたりずらさなかったりとかですね、前傾姿勢のアドレスを変えたりとかって変えて打っていただいた方がいいですね。つま先下がりはボールに対してどういうふうにこう合わせていくかっていうのが一番大事かなと思います。最後に左足上がり、こういうところですね。こういうところも意外と苦手な方多いと思うんですが、左足上がりというのは本来一番ミスの少ない傾斜です。先ほど左足下がりの時やりましたが、平らがこうでボールが真ん中で、左足がこう上がってて右が低いので、ボールの当たる面が左足上がりって一番多いんですよ。当たりやすい、ダフりづらいですね。なのでまあ、真っすぐ打っても下から打ってもクリーンヒットしやすいんですけども、なんでそこでも同じようなミスが出るかっていうと、左足が上がってるこういう傾斜に対して自分の重心が何対何でどこにあるかっていうのが明確でないがためにミスショットが出ることが多いです。結構見るのがこういう傾斜なのに左にこうやって行きたがって、でも左足上がってるんで行けないでボフってなっちゃう人結構多いです。左足が上がっててダフりづらいのにダフっちゃうっていうのがすごく多いですね。なので左足上がりはもうアドレスの時点で多分右6か、7ぐらいだと思うんですよ、重心が。なんでその重心を変えなければ斜面に沿ってうまくクラブって動くんですけども、それがスイング中に飛ばしたいとかですね、当てたいがために変わってしまって、
左足上がりが平らになっちゃったりですね、それ以上になってしまう場合なんかも出てくるので、なるべくそのアドレスで右に重心がかかった分を変えずに打ってあげるっていうのが左足上がりで重要なポイントになります。傾斜4つに対して打ててくるとコースなんかでも動揺せずピンに向かっていいショットが打ちやすくなるはずです。傾斜地のショットでご自身がスライスする方でしたら、もちろんスライスは右に曲がりますね。右に曲がりますが、傾斜がつくとその角度が変わります。大げさに言うとそのスライスしたボールを90度画面をずらしていただくと、ただ上にまっすぐ曲がる球になります。なので通常時出てる球と全く違う球が傾斜地では出ますよということになりますので、その辺もポイントとして考えていただきたいと思います。練習のポイントですね、自分で平らなとこでもいいんで傾斜をつけて角度を、体の角度をつけて打ってみるのがめちゃくちゃ大事です。例えばなかなかつま先下がりとつま先上がりって難しいので、まあできればコース行った時に練習できたらいいんですけども、左足下がりとこう右足下がりっていうのはなんとなく練習できます。ボールをまあ多少ずらしたりとかしていいんですけども、まあ右足が下がってるんだったらわざと右7-3ぐらいに、重心を右7ぐらいにしてこの重心をずらさないで打ってあげる練習とかですね、逆だったら左7右3ぐらいの重心で、こういう練習なんかを練習場ではできますので打ってあげた方がいいです。つま先下がりなんかはこう短く持って前傾深くしたりして、あとはつま先上がりの練習なんかはわざとかかとに重心をかけてクラブをちょっとこう長めに握ってあげて打ってあげる練習とかですね、そういう風に打ってあげると平らな打席でもある程度そのニュアンスというか雰囲気は味わえると思います。そういう全て平らなところで練習するんではなくて、自分でこう傾斜をイメージしてですね打っていただくことも普段の練習からは大事かなと思いますので、ぜひやってみてください。最後までご視聴ありがとうございます。